三者ね、不思議なたっくんです。ニコニコリンコときちゃんです。はい、というわけでね、今回はですけれども、はい、三人撮影の日なんですが、うん、萌ちゃんがいないんですよ。きた。あ、ということは、まあ、萌ちゃんにドッキリと、イエーイっていう感じなんですが、はい、今回はですね、ドキちゃん、まあ、この前僕とドキちゃんで、はい、萌ちゃんにドッキリを仕掛けたんですけれども、うん、それは覚えてますでしょうか。それ美味しそうって言って食べようとして、これでタピオカ風のおやつをね、作っていこうかなと思います。美味しそう。美味しそう、うん、あー、やめろ、どうした怖いよね。うん、覚えてる。本当に覚えてるか、今のまま。気づかなかったね。そうそうそう、意外と気づかないから、うん、多分今回のドッキリも多分気づかないんじゃないかなと。今回はですね、偽企画中にポケモンの名前を言ったら気づくのか気づかないか、うん、おー、うん、で企画中に例えば、うんうん、あー、そうなんですねとか、あー、なるほどね。さりげなくこうポケモンの名前を言って、うんうんうん、で、いつ気づくのかってやつなんですが、はい、まあ、ただね、これだけのドッキリじゃ面白くないかなと思いましたんで、うん、今回は僕とドキちゃんでこっそりバトルをしたいと。バトル？はい。どういうことですか？どっちが多くポケモンの名前を言えたか。こちらですね、あのポケモンの名前を言ってることを、うんうん、萌ちゃんに指摘されてもセーフでございます。なんか例えばたっくん結構なんか、うん、ズガドーンって言ったりするのを萌ちゃんも、うん、例えばそこに乗っかってズガドーンって言っても、うん、大丈夫。そういうことでございます。なるほどね。でポケモンの名前言い合ってるなっていうのがバレたらアウト。いかにバレないように多く言うかってところがポイントですね。そういうことでございます。はいはい、それじゃあ早速萌ちゃんが来ちゃうのでやっていきましょう。やっていきましょう。はい、よし、じゃあ挨拶から、うん、お願いします。なんだよ、ちょっと構えたじゃんかよ今。ペイントライライトがいきます。はい、ライライスチュットマエちゃんです。だねだね不思議なたっくんです。ニコニコリンクときちゃんです。はい、というわけで今回は久々の3人のお絵かき企画でございます。わーい。題してお絵かきチャレンジということで、うん、まあいつぞやにやったその制限時間がだんだん増えてくやつです。 TikTok のやつだ。そうでございます。おお。なんで今回は最初5分で書いて、うん、次15分、うん、そして最後30分でおお、じっくり書いていきたいなと思います。思います。よっしゃ、ズガドーン、ズガドーン。よっしゃ、じゃあやってくぞ。まず、まずどうすんだ。各ポケモンを決めようよ。オッケー。タックンの好きなニョロゾにしよう、うん、5分で書けそうだから。本当に、いや、侮っちゃいけない。ニョロゾは5分じゃ書けないよ。なんで書けるよ。逆に30分、うん、さ、長い間さ、うん、そのニョロゾをさ、うん、いやー、書き込まなきゃいけないんだよ。そう、大変そうだしって感じだね。あー、確かに大変そう。いやー、ちょっと困ったなー、それは。困ったな。どうしよっかなみんなニョロゾ描きますか。じゃあ、よし、みんなでニョロゾを描いていきたいと思います。はーい、よし、スケッチブックじゃあ行くぞー。ぞー、何、怖ーい。なんだなんだ。じゃあ気合い入れとかないとさ、やっぱりさ、今のじゃ抜けちゃうよ。抜けないもん。行くぞーは。なんでこのスケッチブックだけこんなに書いてあるんだよあまりページないじゃん、びっくりするぐらいあー、どのなかなか。どこ入った？なんで来ていいよ。いや、いや、ここはもうちょっと我慢してるわ。戻ってきちゃったから。あー、おかえり。でもなんかさ、うん、いつもみんな違うさ、ポケモン描いてるじゃん。うん、みんなでさ、一緒のポケモン描くのってなんか不思議だね。不思議、うん、時間計ってください。はい、測ります。5分。意外と長いぞ。いくよ、よーい、スタート。5分ね。え、5分じゃ結構ニョロソルじゃん。もう土台からもダメだわ。土台一つがダメでござる。どういうこと。うわー、うまく描けないドン。何、どうしたの。うまく描けないドン、サイドンドン。怖っ。オッケー、ギャグ的なね。あー、いいね、うん、そうそうそう。あー、揺らさないで。グラグラグラーの5分って。でも意外と時間あるね。全然ある。だって余っちゃう、これ。余っちゃう。うん、うまくないか。あ、もう終わったの。うん、終わった。早すぎー。すごい。じゃあ萌ちゃんの真似しよう出たあ、立たないんですよ。かわいい V。 かわいい V。 かわいい、かわいい、かわいすぎるって。そんなの初めて聞いて。そう、かわいすぎるってはあんま言わんの。かわいわーく。いや、聞かないよ。全然いわーく。かわいいっていうか、かっこいい部類や。あ、あと10秒です。
10秒やばいやばいやばい7、6、5、4、3、2、1腹太鼓終了。あーなるほど、できましたか。できました。できました。はい、じゃあ萌ちゃんから順番に見せてもらおうかな、はい、これはい、私が描いたかわいいはこちらでございます。かわいいすべてかわいいワーク。なんだろそれは。かわいく描きました。かわいい萌ちゃんの絵柄って感じがするね。じゃじゃん。はい、腹の腹太鼓って書こうとしたら腹で止まっちゃいました。いやもうマジで困ったな、時間がない。じゃあ次は私です。ズゴドーン。はい、こんな感じ。なんかあれあれ、はい、流行りの塩顔っぽい感じの。塩顔塩顔って何。塩顔っぽい感じのニューロンさん、ちょっと大学に行ったら持ってそう。はい、いやまあ次15分なんで、うん、次こそうまく書けるでしょうという感じでございます。はい、いいでしょう。よし、じゃあ時間セットしてもらって。はい、よーいドン、グラドン。なにどうしたの。え、なになになに、なに今の。うん、なに今の。ああ今投げたでしょ。投げてない。どうしてもしてはいけないと言ってなさい。まあまあ、お母さんもそこまで言わなくても。あなたはいいのよ、会社に行くから。お私は毎日子育て。いつ子供になったの。ちょっとあれかな、図鑑持ってきて、うん、ちょっとよく見て書きたいべい。全然ニョロゾのページがね、見つからな、すべて。いいだな。全然。いや全然うまく描けないな。打撃、打撃だ。打撃、ニョロゾ見つけろよ、早く。いや、全然ね、ニョロゾがね、見つからないんだ。揺れまする。見つけなさい、どん、早く。どこだろう、武神。大層、日本語しっかりしましょう。どういうこと？なんか、日本語、もうちょっと日本語しっかりしない。してる、してる。もはや何言ってるか分からなくなってる。してるよ、皆さん。喋ってるよ。うるさ。そんなことないとる。あの子うるさー今日。え、今あと何分。え、今ね、あと9分もあるよ。あ、9分もある。じゃあ、私ペン持ってきていい。あ、いいよ。オッケーオッケーオッケーし。圧倒的敗北してる気がする。圧倒的敗北してる。いや、ま、出てこないって。めっちゃねんな、よくそんなに。いや、だから図鑑持ってきたんだよ。だと思ったよ。ずるいな、それは。ずるすぎる。ずるくないよ、バトルだもん。使っていいよ、タッカー。大丈夫、なんとか引き出してこっから追い上げてやる。あー、萌ちゃんありがとう。あー、やばい、あと、でもなんだかんだしてたらあと7分ぐらいしかない。7分はまだあるドン。いや、私さ、真っ白なんだよ。なんで。え、うん、なんで。いや、ちょっとさ、図鑑夢中になっちゃって。いや、待って、お前たちまたドッキリを仕掛けてるんじゃないだろうな。ん、え、いや、トラウマだったぞ、あの企画が全部パーになった、あのレックルド3体事件は本当に。え、たくちゃんは今日は何のポケモンにする？メガレックルザ4体どうしようかな、めっちゃ出ればいいんやけど、うん、メガレックルザ4体で、あとてっぺんにデジギガス3体あー、なんか楽しくなってきたな。このてっぺんにデジギガス3体書こうかな。引いてるね、萌ちゃん。萌ちゃん引いてるね。違う、大丈夫大丈夫大丈夫、本当に。だって今普通に企画やってるじゃん。やってるけど、話いや怖っ。何の話だね、本気だね。うるさーだからうるさーだから、そういうやつだろう。え、何、大丈夫。そういうやつって何、どういうこと。本当に何もない。いつもより二人がうるさかったらみたいなドッキリじゃないんかこれ。いつもよりもさ、ほら結構静かじゃない。いつもうるさいよ。いつもうるさい。いつもうるさいよ。それは困った。うるさーだから。え、違う、今の本当に、今の本当にちょっと困ったから、ちょっと困ったって出ちゃったんだって。本当にか、本当に本当に本当に。いや、だから普段より2人がうるさいドッキリかと思ったの。こんなふわふわしたドッキリは仕掛けないでしょう。いや、ドッキリなんかい。だから、いやー怖い、もう本当最近ドッキリ仕掛けられすぎてちょっと疑心暗鬼。疑心暗鬼になっちゃってる。これはまずいる。うるさうるさ今日。やばいやばい、残り2分半。まだいける、カリオ。いや、ここ追い詰められてからが、うん、勝負だからね。いやー、でもちょっとどうしよう。まだ、あ、もうあと2分しかないのにさ、ちょっとまだ全然ゆるいどるって感じ。あー、ミスった。あらら、イボルト。あー
もう怠けろ。でもやる気を出すしかない。やる気者、頑張るカリオ。え、怖い。頑張何この人たち。リーリーね、大丈夫、また遠隔操作されてんじゃないのこの人たちね。スタッフユーさんに遠隔操作されてるの。耳、耳ついてねえわ。いや、ついてない。スタッフ A さんか。ポケモンの名前を言い続けるドッキリみたいなやつ。あ、15分おー、しかとしたな、今だったな。え、怖っ。お前ちゃん、なんて言った今。え、だから、ポケモンの名前を言い続けるドッキリみたいなやつじゃないの。ダメですか、これは。これ失敗ですか。失敗でございます、スグマ。というわけで、今回はですね、もえちゃんに偽企画中にポケモンの名前をこっそり言ったらバレるのかバレないか対決をやってました。いや、こっそりじゃないやんだって。いや、だからもうこっそり言えるポケモンがね、限られすぎてる、うん、限定されてるし、なんかなんなら普通のポケモンの名前も出せないし、めっちゃむずいのこれ。めっちゃむずい。なんか途中でそう絵を描くのでどこかこうかなみたいなのであげてたけど、ちょっとああいう感じはだってね、バレずにっていう感じではないから、こっそりじゃないからね。そう、困ったなとか、そうね。あ、だから喉がカラカラとか言ってたの。お、それは。なるほど。え、じゃあ喋りすぎてガラガラとか言えばよかったんだ。お、あ、うまい。今ちょっと追いつく。ちょっとたまんったとか。お、バレた後に。バレた後にどんどん出てくる。ないじゃん。いや、さ、盛り上がってるところ申し訳ないんだけど、こっちの立場からしたらめちゃくちゃ怖いわけよ。ずーっとさ、もうなんかかわいい分、イワークとかさ。よっしゃ、ズゴドーン。はい、私が描いたメロンはこちらでございます。かわいいすべて、かわいいワーク。え、それなんだろ、それは。なにこの子、どうしちゃったのか思ったら隣めっちゃ下手くそだしさ、なんか。いくぞーぞー。グラグラグラーの7分はまだあるドン。リュウさん、もっとうまく言えよって思ってたけど。じゃあ二席か。おー、いい、かわいく描けたの、みんな見て。かわいい。ヨロとかわいく描けたんだよ。かわいいですよ。かわいい分野ね。いや、もういい。もういいでしょ。あ、もういいよ。もういいよ。もういいよ。ちょっと次は、バレないようにやります。やらなくていいです。いや、やらなくていいです。はい、というわけで今回はですね、見事に途中でバレてしまったわけですけれども。はい、でも次こそは、次のドッキリこそは、成功させたいなと思っております。バレをしなくて、ドッキリはもう。というわけで今回の、バレずにポケモンの名前言えるかドッキリ、面白かったよって思ってくれたらぜひ高評価、チャンネル登録お願いします。お願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。せーの、バイバーイ。バイバイ。おお。